12月25日クリスマスの日、葬儀屋だという一致によってこのスレは建てられた。この日、一致は少年の命を見送ったという。それは人の死を見慣れた一致にとっても、とてもやるせないことだった。棺に野球道具が収められていくのを見て思ったんや。あ、この子ファーストやったんやなーって。密かにクリスマス楽しみしとったりしてな。悲しいな。母ちゃん、父ちゃんは辛いやろな。クリスマスムードになっていくにつれて息子のこと思い出しちゃうやろこれ。実はクリスマスプレゼントも用意して貼ったりしたかもしれんな。ワイも子供の頃ファーストやっててん。なんか、それ見てね。込み上げてくるもんあったわ。まあ、式中やし涙は出さんかったけどね。なんでんだんや。詳しく言うとあれやけど、事故やね。何もしてない子が死ぬのはやりきれんね。悲しいことなんやけど、親不孝やな。今までいろんな葬式してきたけど、なんだかな。一番精神的に来たかもしれんね。少年少女の死因が事故だとやりきれんな。子供を失った親相手に葬儀プランを進めていくのはね。ほんと。まだ人生これからという時に不運によりこの世から旅立つ姿は、一致に強いやるせなさを感じさせたようである。葬儀やって泣いちゃあかんの？親族が安心して別れに専念できるようにするのが仕事やからね。ワンワン泣いてたらあかんよ、と個人的には。まあ、今日は式場にばあちゃん、個人と二人っきりでお泊まりなんや。ばあちゃんは明日は伊賀火葬場連れてくんやけどね。てなわけで今ぼーっとしてたら少年のこと思い出してさ。え、親族は泊まらんかったの？いろんな人がいるんやな。親族いないんや。明日はワイト市の職員が一人火葬場来てお別れよ。そうか。イッチがおるからおばあちゃん寂しくなくてええな。このおばあさんは一体どういう人生を送ったのだろうか。そしてこの世から旅立つこの時どのような気持ちなのだろうか。年末、年明けから2月くらいまでが一番多いからさ。お前らも気ぃつけや。やっぱじいちゃんばあちゃんが多いけどね、40代から50代の90も多いから、寒い飛んじゃうんかね。なんか心臓とかに負担がかかって。風呂入る時や出た後心臓キーンってのもたまにあるな。冬場は立ちくらみとかあるよね。寒い時と暑い時が多いらしいね。ワイの祖父はクリスマスに亡くなったよ。ジマルも去年より今年のが多かったな。理由なんて聞かんけどね。生まれる時は母と子で苦しみ乗り越えるけど、亡くなる時はみんな一人やもんな。しかも最後の一回でしか経験できんから怖いよな。嫌なことは最初に済ませたいのに。ちなジマルで一番多かったのは首リリやね。あとは農薬や薬の多量摂取、小丸、全丹、水丸。経験したのはこれくらいやろか。怖い。やめて。手取りは月20前半ってとこよ。まあ、会社によって様々なんやろうけども、今は葬儀も親族だけでってのも増えてきたね。お偉いさんや肩書きある人の葬式やると、誰のための葬式か分かったもんじゃないものになるのも否めない感出てしまう部分あるわ。人間の遺体処理とかなかなかできることちゃうな。金払いが相当上んやろな。親族ならまだなんとかせなって思うけど、赤の他人の対処理はな。ここからは宗教についての質問が増え始める。チベット密教の思想で、この世に生を受けるとき、自身が下脱できなかったことに悔やんで泣き、周囲は新しい生命の息吹に感謝する。逆にこの世から滅するとき、周囲は愛する家族が丸を迎えることの悲しみに暮れ、自身は輪廻を下脱する機会に恵まれたことに感謝する。覚悟得意よ。ってのがあるけど、Y にはとても慣れそうにないわ。一人寂しく丸んでいくかもしれないことを思うと、胸が張り裂けそうになるね。まだ50年は丸沼にあるだろうけどさ。異性間っていうのはこの仕事始めてから興味が出てきたわ。葬儀や仲間でみなんな言ってるのは、俺が丸んだ時は仮装だけやって。葬式なんていらないってのは笑ったけど、仏式、神式、そうか、エホバ、キリスト、無宗教とやってきたけど、みんないんだらどうなってるんやろね。知るよしもないけど、そればかりは丸んでみないとわからないな。空飛ぶスパゲッティモンスター教とかはやったことないんか？残念だけど周辺に渋ないから未経験やね。そもそもまともに機能しているのかすら。神道だとどんな流れの葬式になるん？よく正月とか神社で流れてるプアーってやつ流しながら式次第に乗っ取って、宮司さんが草を発破したりするんや。参列者は焼香の代わりに、玉串って草を台に置いて音を立てないように拍手。簡単に言うとこんなところやね。お家とかやと、玉串の代わりにお米をお皿からお皿に移すことするやね。あれなんて言うんやろな。科学の系列なんやろけど。なんか仏教みたいに向上はないんやな。一緒に土葬とか水葬希望って書いたら、その通りにしてくれるんかな。衛生面でできないような。
仮装されると思います。日本では仮装以外は実質できなくなっている。なんか結構興味深いんごねー。下行って見てたらなれるもんなの？肉食べれなくなったりとかしないんか？慣れもあると思うけど、初めからダメな人はずっとダメだと思うわ。わい絶対無理やわ。人の傷とか見れんねん。野球選手の肘の手術後でさえきつい。たまに剣後に塗った後から出血したり、鼻から出る体液を止めるのに綿を詰めたり、口にガーゼ詰めたり、点滴で膨れた手が裂けた後をきれいにしたり、目や口を閉じたりするだけよ。形容しがたい気持ちが込み上げてくる。これが慣れというものだろうか。Y のばあちゃんの親戚が先日結婚したんやが、式の途中で新婦の祖母が急い、式には出席してない。そのことが式に呼ばれてた人に伝わったが、式が終わるまで新郎新婦には伝えなかったらしい。まさに天国から地獄に落ちたような感覚だったのかな。悲しいな、おばあちゃんっ子ならそうかもな。一回そういうのあったな。その時は結婚式が延期になって葬式になったわ。ばあちゃんに花嫁姿見せたかったって泣いてたな。この時間にそういう話はまずいですよ。余計悲しくなる。悲しい話が終わり、ここからは仕事内容についての質問が増え始める。テレビで葬儀屋の人が不思議な体験する人が多いってたな。病院で働いてる知り合いが、夜勤の時、誰もおらんけどドアノックする音聞こえるって言ってたわ。病院怖いわ。葬儀場で寝泊まりはできるけど病院で寝泊まりとか本当無理よ。入院なんてしたくないよこれ。話は変わるけど葬儀屋さん、大変なお仕事ですねってよく言われるけど、個人的には看護師さんやお医者さんの方がと思うんよね。葬儀屋はその人が亡くなった後にしか関わりがないけど、生家来を迎えてるんやもの。特にあれなので、何か質問でもありましたらまったりお返事するやで。怖い体験とかなんかあります？最近強かったのは、葬式の時間になっても住職が来なかったことやね。仮装の時間は変更できんからすごい焦ったわ。それは普通に怖いな。社会的に。グロ体制はどんなもん必要なんや？夢に出てきたりするんか？血がオーバーみたいなのは実際で食わさないやね。水とか醤油かすごいのは実際、脳体袋ってゴム袋に包まれてて拝むことないしさ。まあ、死んだ人がある程度平気なら務まると思うで。それからは少しずつ慣れていくものやし。仕事の夢はあるけど、ご遺体とかグロいようなのは見ないで。仕事内容についての質問はこれで一段落する。そして待遇や給与面での質問が一致に寄せられ始める。休みとかどうやって取るんや。みんなでシフト組むんか。みんなでシフトやね。年中通して3連休なんてしたことないわ。お葬式担当したら休めんから連勤になるよ。ぶっちゃけ年収ってどんなもんなん？月手取りでだいたい20前半ってとこやね。うちはボーナスなんてないので300万くらいやろか。それでまとまった休みがないのはなかなかきついな。もっともらっとるもんかと思ったで。昔は結構良かったみたいやね。その名残が残ってる感あるわ。連勤か、大変やね。生きている間に葬儀の見積もりを出してもらいに来る老人とかいるんか。そういうチラシを見るんやが。おるよ。言葉はあれやけど、将来的なお客さんを確保できるわけやから、葬儀屋は事前相談に力入れてるわね。こればっかりは営業して仕事呼ぶわけにはいかん職種やからさ。葬儀屋は楽でも受かる職業、というイメージがあるかもしれないが、どうやらそんなことはないようである。送り人って絵があるけど見たことあるか？あるでー。葬儀屋やけど、納棺師頼まないときは自分でやるものでさ。あの映画のおかげで、納棺って行いもすごい認知度上がったの感じるわ。遺産相続ってドラマ見てた？葬儀中に遺産がどうのこうのっていさかいが起こったりすることってほんまにあるん？ちょっとだけ見たわ。体験上、実際に揉めるのは葬儀が終わって一段落してからが多いなと感じるわ。葬儀場だと親族らでいざこざがあっても、表立ってはしないのがほとんどだと思うな。今何年目くらいなんや？ワイは8年くらいで辞めたけど。その半分くらいやね。勤める人は本当長く勤めるよねこの業界。離れる人は本当早いけれども。霊感ほとんどないんやけど、祖父が亡くなった後、一人でいる時に、祖父の声が聞こえたことならあるな。気のせいなのかもしれんけど。きっと150がじいちゃんのことを考えていたのか、じいちゃんが150のことを考えていたのかやろね。もしくは、二人して思ってたのか。給料は知らんけど、人が死んで親族がみんな泣いてるとこにビジネスの話に行くなんてY絶対無理やわ。昔正社員で面接受けたけど辞退した。いや大切な仕事だよ。悲しくて雑務なんて頭に入らんし、そういう手続き任せられるのは本当にありがたい。どんな仕事にも意味があることと、その大切さを再認識させられるすれ。人を送
作り出す職業、それは誰にできるものではないだろう。そんな意味のある職業をしてくださっている方々に敬意を表したいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。イッチの仕事を皆さんはどう思いましたか？コメントに感想をいただけると嬉しいです。よろしければチャンネル登録と高評価もお願いします。